おはようございます。元バンディット400V です。2022年2月10日土曜日7時33分です。今回も張り切って元ブログにやっていきましょう。先週よりはいい天気になってますね。半分埋まってる感じですかね。まあでも、バイク乗りにとってはすごく走りやすい天候です。気持ちいいですね、走ってて。で、まだ朝早いんで、止まった時ですね、停車した時、太陽を直射日光浴びると、もうちょっと暖かく感じると、それも夏じゃないんで、すごく心地いい感じがします。何度かお話ししてますけども、神奈川県警主催の二輪車安全運転講習、来週9月17日に開催されるんですけども、今回も落選しました。落選のメールに届きましたけども、まあ全然当たらないですね。去年の9月っていうのは、ということは、なんかものすごくラッキーだったのかなと、思います。また10月開催されるんで、10月分も申し込みは、しつこく、思ってます。プロ野球の話の方は、今月はまだ観戦受けてないんですけども、一応今5試合分ですねチケットを購入してます。ファンクラブの、特典チケットを、今月は4試合分購入しました。まあ、購入っていうか交換ですね。で、今月の試合はほとんどこの消化枚数が 0.5 枚ということなんで、残り2試合分チケットは持ってたんで、4試合ですね、チケットを確保しました。まあ、チケットそのものは無料なんですけども、システム利用料と、店頭発券料というんですか、まあ、そういうお金取られて、440円、試合440円なんで、まあ、1700円ぐらいですね、4試合で、まあ、手数料だけでちょっと取られてるんですけども、来週の金曜日ですね、観戦する予定です。まあ、なかなかベイスターズ優勝はちょっと厳しいかなっていう感じはするんですけども、まあ、なんとか、3位以内に入ってもらえると嬉しいなと思ってます。初めて見ました、この車。ランドローバーの、ディフェンダーっていうんでしょうか。結構ストップランプが特徴的ですかね。 LED だと思います。4つついてますね。で、多分ウィンカーランプも赤く光ってますよね。うん、初めてですね。前からも見てみたいですね。で、今回の、メインのお話は、YouTube 動画で、まあ、面白かった動画の話をしていきます。まあ、面白いかどうかは人それぞれ違うんで、なんですけど、まあ、音楽でも、まあ、映画でも、まあ、YouTube でもそうなんですけども、こうなんか繰り返して見たり聞いたりすると、まあ、好きになるというか、楽しくなるね、まあ、そういう単位のものなんですけども、ボーカロイドって言うんですかね。まあ、コンピューターが、音声、人工音声作ってくれて、まあ、それで、まあ、歌うと。
そのやつなんですけども、もともとそのどういうふうにそのできたものなのか、調べたんですけども、まあ、あんまり調べ方が良くなくてはっきりしてないですね。そもそも YouTube が初めなのか、それともニコニコ動画が最初なのかもちょっとわからないんですけども、クラシック音楽で多分ほとんどの人メロディー聴けば聞いたことあるっていうやつだと思うんですけども、パッヘルベルの、カノンっていう、歌がクラシック音楽であります。でそれを歌ってるんですけども、4つのパートに分けて、ボーカロイドに歌わしてると。で、臨床部分があったり、ハモリの部分があったりするんですけども、もともとクラシックなんで、クラシックだからっていうわけじゃないですけども、このカノンっていうのは歌詞がついてない、やつですね。クラシックでも歌詞がついてるやつもあると思うんですけども、カノンは歌詞ついてるんですけども、それに曲に合わせて、歌詞をつけて歌ってると。でその歌ってる歌詞が、山形のリンゴを食べるっていうことを、ひたすら言ってるだけなんですけども、何回も聞くとなんかこう耳に残るっていうか、面白いく思えました。時間があれば、動画のタイトルは、カノン語の歌という、タイトルになってまして、カノン語っていうのはなんかわかんないけども、その女の子のキャラクターが歌ってるんですけども、最後語尾に語っていう風につける、それ多分癖なんでしょうね、癖っていうか、そういうキャラクターなんでしょうけども、なんでどうもそのタイトルにカノン語の歌という風につけてるみたいです。メロディーはちょっと音痴なんで申し訳ないんですけども、パパ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 パっていうメロディーのやつに歌詞をつけて歌ってると。でそれがすごく気になって、何回も聴いたら好きになったよという話でした。はい、今回の元ブログはこの辺で終わりにします。最後までご視聴ありがとうございました。